フリードリヒ・ホルツはドイツの画家である、家畜のいる風景画を得意とした。バイエルン州のネルトリンゲンに生まれた。父親のミカエル・ホルツは画家、版画家で、ホルツははじめ父親から美術を学び、版画家となり、1834年にミュンヘンに移り、ミュンヘン美術院に入学した。ミュンヘンでは美術館でオランダの画家たちの作品を学び、 野外写生で修行した。戦場の場面や乗馬した人物像を描いたミュンヘン在住の画家、アルブレヒト・アダムや風俗画を描いたカール・シュピッツベークや風景画家のエドアルト・シュライヒラと親しくなり影響を受けた。1830年代の終わりまで版画家として働き、バイエルンの光源の風景画を描いた。1841年にオランダの画家、パウル・スポッテルの家畜のいる。 田園風景の絵を見たことが契機となって、動物画の分野を専門とすることになった。シュタルンベルク湖の周囲などのバイエルンの農家で、飼育される牛や馬、羊、ヤギを題材にした。1846年に、ベルギー、オランダを旅し、当時のオランダの画家たちの光の処理の技術を学んだ。ドイツの風景画家、クリスティアン・モルゲンシュテルンからも影響を受けたとされる。 19世紀のドイツを代表する動物画家とされるミュンヘンの王室教授を務めた。弟に動物が狩りの場面の絵画を得意としたルートビヒグスタフ・フォルツ、ルートビヒグスターベ・ボルツ、1825から1911がいる。息子の一人、アルベルト・フォルツ、アルベルト・ボルツは医師になり、リハルト・フォルツ、リチャード・ボルツ、 1859から1933は画家になった。ありがとうございます。